ノーマン・ロッキャーは、イギリスの天文学者である。太陽の観測を行ったことで有名。フランスの科学者、ピエール・ジャンさんと共に、太陽光のスペクトル線の中にヘリウムのスペクトルを発見した。ボリックシャーのラグビーに生まれた。軍の役人になった後、特に太陽の観測に、熱心な天体観測者になり、最終的に、ロンドン。 ケンジントンの太陽物理研究所に勤めた。太陽の黒点の研究などが有名である。1860年代に天体のガス成分の分析に文工学の技術を用いた。太陽のスペクトル中にこれまで知られていなかった黄色のスペクトル性を発見し、太陽の中に未知の元素があると結論した。ギリシャ語の太陽を示す言葉ヘリオスからヘリウムと名付けた。 1869年、総合学術雑誌、ネイチャーを創刊。死ぬ直前まで編集に携わった。同年王立協会フェロー選出。1881年から王立科学大学で天文学の教授を務めた。1911年に引退した後、デボンシャーにヒル・アブザーバトリを建てた。没後、ノーマン・ロッキャー天文台と命名され、 エクセター大学で運営されていたが、現在は、ノーマン・ロックアー・アブザーバトリー・ソサイティが運営している。ありがとうございます。